はい。テム、中国の格安通販で、結構いろいろね、商品が届いたので、ちょっとね、CX8 につけれるやつはちょっとつけて試してみようかなと思ってます。で、うわ、汚いな。これブラックトーンエディションなんですけど、このね、食べかす、これ後ろにね、子供が乗るんで、で後ろで子供たちお菓子食べて、こうやってね、この隙間に溜まるんですよ、これが。で、これ週1回くらい掃除機かけて取るんだけど、週末に乗るたんびにこうなるんですよ。困ったもんで。あとね、ここね、ここにね、CX8 すごいホコリが溜まるんで、たまに拭いた方がいいです。前もそうだった。ここすごい溜まる。あとこの中と、あとここ。ここもすごいゴミが溜まる、ここ。まあそれはいいとして。で、これね。これは何かっていうと、このね、音に反応して、例えば、こんな感じ。このこうやって音に反応してメーターが動くってやつね。で、このメーターと色はこの後ろで変えることができて、例えばこうやると色が変わって単色になったりとか、あとさっきは全色になったりとか、おお、触った。で、まあ、あとは光るパターンも変えられて、まあ、こういう風に真ん中になったりとか、こんな感じで。またこれどっか真夜中の公園とか持ってってやってみるんで。これね、通販サイトで見たときはもっとでかそうで、もっとこれ、なんだろう、30センチくらいあるかと思ったんだけど、実際はこんなちっちゃくて、これでいくらかな ?700 円くらいですかね。USB 充電で。多分ここから音を拾って、で、その音に反応して、あと振動でもこれ、なるね。振動、音なのかな?まああんまり用途がよくわからない。本当はこれテレビにつけようと思ったんだけど、テレビにつけるにはちょっと小さすぎて、な、今使いどころを迷ってるところ。車につけるっつってもね、これ、USB のこれなんでね。なかなか。で、こいつ、これね、ドンキで1980円で買ったんですけど、テムでも売ってて、テムだと大体700円くらいでしたね。これ本当はね、7色に光るらしいんですけど、もう壊れちゃって光らなくなっちゃった。そう、これで、なんかね、これ、何曲くらい入ってんのかな?一応50曲くらいは試したんだけど、もっと
曲入ってそう。で、まあこれはおもちゃみたいなやつで、で車につけるやつで買ったのがこれです。これは何かっていうと、なんか保護テープ、保護フィルムか、保護フィルムで、これでいくらだったかな、これで確かね200円、250円くらい。まあなんか100均でも売ってそうだけどね。このフィルム、これ多分テープになってて、これを貼ると傷防止になるっていうやつで、まあ、うちは今こうやって、うわガム捨ててやがる、そうこうやって踏みつけてもいいように貼ってるんだけど、子供たちがねここに踏みつけるんで、ちょうどこれをちょっと剥がしてこのフィルムに変えてみようかなと。これでもいいんだけどな、黒だから。でもちょっとね、このこれ黒の養生テープなんだけど、これね粘着力が弱くて剥がれてきちゃうんで、でこれのいいところは綺麗さが保てる、ここだけ新車の時と同じ綺麗さだから、これはおすすめですね。ここに養生テープを貼るっていうのは、まあ、今回はその代わりにこれをちょっと貼ってみます。では貼っていきます。これね100均で売ってたあの手袋型の布巾、これ結構ね汚れとホコリがすごい取れて、洗濯すると繰り返し使えるんで、これも結構おすすめですね。はい、綺麗になったんで、こっちも貼れるのかな、ちょっと試しにこっちだけ。はい、ちょっとここの大きさに切ってみたんですけど、横幅がねちょっと長いんで、ここか、このこっちにはみ出しちゃうとあれだよね。ここに貼ってみるっていうのもありか、次はここに貼ってみようかな。まずはここですね。でここに貼ろうとするとやっぱり横幅が長いんで、ちょっと切るか、奥まで突っ込むと、ちょっと切ります。はい、貼ってみました。これ初めいいかなと思ったんだけど、確かに見た目はすごい綺麗に見えるんだけど、粘着力がねこれ弱いね、剥がれてきそう。もうすでに剥がれてるし、ボディのとこ貼るの無理かな、剥がれそう。一応もうここがもうこうやって剥がれてきてるんで、ダメかこれ、養生テープの方がいいかな、見た目良くないけど、もうここがねもう全然つかない、もうここも剥がれちゃってるし、なんだろうこれ、付け方があるのかな、一応でも乗りついてたけど、うん全然ダメっすね。一応ついてるところはついてんだけどな、もうちょっとこれ粘着力があれば最高なんだけど、もうこれ剥がれてきちゃってるんで、もったいない。
まあ200円だけど、もうちょっとな、粘着力があればな、これもう剥がれてきちゃうから。いやー、これコンセプトはすごいいいと思うんだけどな作りがな、もうちょっと粘着力がな一回でつければもっといけるかな。いやー、でもここも浮いてきちゃってるんで、少々でも、ちょっともう一回付け直してみます。まだまだあるんで。ダメですね、使えないこの商品は。これ養生テープの方がいいかな。粘着力がな、本当はね、ここに貼りたいんですよ。ここも養生テープいっぱいつけてんだけど、ここね、子供が靴でガシガシ蹴るんですよ、ここをね。で、ここ前の CX8 は傷だらけになっちゃったんで、まあそれを防ぐためにね、これを貼って防御してるんですけど、もうすでにこういうところ蹴られて傷がついてて、でも一応黒の養生テープ貼ってあるんで、こっちが本体の方が傷ついてない。だからこれをこう貼ろうかなと思ったんだけど、ここだったらいけるかな。ここは多分この凸凹があって多分貼れないのかもしれない。だからこっちだったらいけるかもしれない。ただ足りない、案外これ巻きが少なくて、ここからここ1個使ったら、1個もう取っちゃったら、もうあと残りがこれくらいしかない、これくらいしかないんで、ここ貼れるか、ギリギリ貼れるけど下まで貼れないな。剥がさない方がいいか。まだまだこの巻き巻き、これがあと2本くらいあるんで、また次回にやってみます。ただこれ失敗だな、剥がさなきゃよかったな、養生テープ。とりあえずしばらくこれで行くか。付け直すか。あ、ちなみにここにも養生テープをね、貼ってて、もう見苦しいんですけどね。CX8 って、ここにね、ゴミがすごい溜まるんですよ。ここ、ここの、レールのこの真ん中のここの部分。で、ここにゴミが溜まると、取れなくなる。あのね、掃除機で吸っても取れなくて。で、ここにこうやって貼っとくと、この上にゴミが溜まるんで、掃除機でこれビニールなんですぐ吸えるし、あんまりにもこうやって汚くなってきたらまた養生テープ貼り替えればいいだけなんで、だからここもねこうやって貼ってて、でこれ今すごい汚いんだけど、掃除機かけると全部綺麗にスーッと通れて、でこの養生テープも貼り替えてやれば数ヶ月に一回くらい。とにかくね、この隅っこにね、ゴミがついちゃうとね、CX セット取れないんですよ。なんで、この隅っこだけ、養生テープ貼ってやると、ここがすごい綺麗に保てるんで。よし。じゃあ、まあ、そんな感じで、こいつは失敗だったということで。